亀戸の皆様、大きな声でお騒がせしております。テレビ改革党代表鈴沢亮一と申します。豊島区議会議員であります。この江東区でも来る都議選に向けて一人、擁立しようかと思っておりまして、今日は藤川立候補予定者とともにご挨拶に伺っております。我が党では、外国人生活保護新規給付をやめ、いずれゼロにするというようなことをお約束しております。外国人の生活保護が良くないな、思う理由は3つありまして、一つはですね、法的な根拠が皆無。こちらの方は最高裁の判決でもですね、法的根拠ありませんよ、そういう判決がすでに出ております。では今なぜ制度として外国人にも生活保護が給付されているのかと申しますと、約70年前に出された当時厚生省の課長の一本の通達でありました。当面の措置としてですねと言ってですね、出した通達を根拠に70年もこの制度が続いているのが謎であります。70年というのは当面の措置なんでありましょうか。おかしいですよね。厚生省の課長は選挙で選ばれた政治家でも何でもありません。その一課長が出しました一本の行政通達、これでもってもう70年近くも外国人に生活保護を給付するという日本以外ではどこもやっていない国、やっていない制度がもう70年も行われている。まずこの一つが問題であります。もう一つはですね、帰るべき祖国がある外国の方々は我々日本人と違ってですね、日本にいる根拠、理由、必要性が薄いもしくは全くないからであります。我々日本人は日本で生まれて、日本で生きて、日本で死んでいきます。生まれ変わったらもう一度日本人に生まれたい、そう答える日本人はなんと 84%、他の国と比べてダントツに多いと、84% の方々が日本人に生まれてよかったな、こう思っておるのであります。日本人にはこの日本しかないのであります。帰るべき祖国がある方々、外国人の方々とは扱いを区別して叱るべきであります。もう一つの理由は外交の大原則である相互主義に反しているからであります。相互主義というのはですね、友好的な国には友好的に対し、敵対的な国には敵対的に対すると、そういった外交の方針でありますけれども、この外交の相互主義は自然なことでありまして、敵対的な国に友好的に接すればどこまでも付き上がり搾取されます。友好的な国に対して敵対的に接すればそれは単なる意地悪国家、ジャイアンみたいな国と評判を落とします。ですのでこの外交の相互主義というのは誠に理のかなったことなのであります。しかるに外国人の生活を保護するということは日本以外どこの国もやっておりますね。これは外交の大原則、相互主義に全く反しております。外国に住んでいて困窮した日本人を外国政府は保護してくれるのでしょうか。全く保護してくれません。
せいぜい教会の先出しにありつくのが関の山であります。日本だけがこの外交の相互主義に反して、困った外国人にの生活を保護する、そういうことをやっているのは日本だけであります。豊島区にはですね、なんとアメリカ人の生活保護受給者がおりました。これには私も驚きました。世界一豊かな国アメリカの国民がなんと豊島区で生活に困窮し、日本政府に保護されていると。アメリカ政府もアメリカ政府だと思います。私がアメリカ政府であったならば、自分とこの国民が生活に困って日本政府のお世話になっている、恥ずかしくていても立ってもおられません、ご迷惑をかけて申し訳ありませんでしたと詫びを入れ、そのアメリカ人を引き取りに来るのが筋であります。それを恥知らずにも放置してですね、何が世界一豊かな国なのであるかと、私は非常に不満に思っております。先ほど申しましたように、居住の必要性の薄さなさ、法的に問題がある、外交の相互主義に関する、この3つの理由から私とテレビ改革党は外国人生活保護の給付に反対しております。他にも党の方針はあるのですけれども、今日はこの外国人生活保護廃止の点をご説明いたしました。